ハイヤキゲームズです。遺跡修復ギミック全7箇所を紹介し、隠しアチーメント申請を取っていきたいと思います。豪華な宝箱も取ることができます。今お見せしているのは遺跡修復ギミック全7箇所のマップとなっています。7箇所すべてをクリアするとアチーメントを取ることができます。アチーメントの達成条件は6箇所となっているのですが、6番と7番の石章の石垣ギミックが1つ扱いになっているのかなと思います。6番と7番については石章の石垣ギミックの動画ですでにやっていますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。1番から5番の順番で回りますので、気になるところのある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番に向かいます。石章の石垣の東ワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を見ると北東方向に航路が3つありますので、一番右側にある航路の横を通って進んでいきます。航路の横を通り過ぎて足場の端から飛び降りると、右下に遺跡修復ギミックがあります。下の方に封印された戦像があり、ヒルチャールがいじめていますので助けに行きます。近くまで来たらヒルチャールと戦っていきます。すべて倒すと封印が解除されますので、戦力を使って戦像を持っていきます。次は階段を登って遺跡修復ギミックの上の方に向かっていきます。上の方まで来ると緑の四角い場所が何箇所かありますが、壁から離れているところに戦像を置いていきます。戦像を置いたら遺跡修復をしていきますが、戦像の左後ろにあるパーツからやっていきます。戦力を使ってパーツを持ったら、戦像の左斜め前にある緑の四角い場所に置いていきます。うまく置けたら戦像の右の方にもう一つのパーツがありますので、戦力を使って持っていきます。パーツを持ったら戦像の右斜め前にある四角い場所に置いていきますが、向きがあるようですので、一旦壁を通り過ぎて戦像の方を向きながらパーツを置くようにしてください。うまく修復できると遺跡ギミックの下の方に敵が出てきますので、そちらに向かっていきます。近くまで来たら戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されますので取りに行きます。宝箱を回収したら、次は白鳥の谷に向かっていきます。ここから2番に向かいます。白鳥の谷のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左上を見て空中移動ギミックを2回使って北東方向に進んでいきます。2つ目のギミックに入ったら右を向いて南東方向に飛んでいきます。左に曲がりながら左にある岩山の裏側に回り込んでいきます。山の裏側に向かって北東方向に坂を登ると砲塔団がいますので、近づいて戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されるので取っていきます。回収したらすぐ近くにいる戦像を持つと庭に戻してくれと頼まれますので、北東方向にある緑の四角い場所に向かって置いていきます。戦像を置くと宝箱が出るので取っていきます。回収したら遺跡の修復作業をしていきます。戦像の左斜め前にあるパーツを戦力で持ってから、すぐ近くにある緑の四角い場所に置いていきます。うまく置けたら右を見ると別のパーツが置いてありますので持っていきます。右の方に緑の四角い場所が2箇所ありますが、左側の庭の内側の方に庭の外に一旦出てからパーツを置いていきます。うまく置けたら左側に柱のパーツが置いてありますので、戦力を使って持ってすぐ近くにある緑の四角い場所に置いていきます。遺跡を修復すると宝箱が出るので取りに行きます。宝箱を回収したら、次は行栄荘の西に向かっていきます。ここから3番に向かいます。行栄荘の西にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左後ろを向いて北方向の少し下にある空中ギミックの中に入っていきます。左を向いて北西方向にある遺跡を見てから、上を向けるだけ向いて飛んでいきます。そうすると空を飛びながら遺跡のところまで行くことができます。近くまで来たらギミックをやっていきますが、この場所には戦像が2体とパーツが2つ置いてありますので、それぞれ正しい位置に置いていきます。まず机の上の戦像を持って、階段の下左にある緑の場所に置いていきます。うまく置けたらもう1体の戦像を持って階段の下右側にある緑の場所に置いていきます。
2体の線像を正しい位置に置いたら、次は階段の左にあるパーツを持って階段の上、右側にある緑の場所に置いていきます。次は階段の右後ろ、北東方向にあるパーツを持って階段の上、左側にある緑の場所に置いていきます。机の方から階段を見てパーツを置くようにしてください。遺跡を修復すると敵が出てきますので、倒したところまでカットします。すべて倒すと豪華な宝箱が出ますので取りに行きます。宝箱を回収したら、次は霊毛山の南に向かっていきます。ここから4番に向かいます。霊毛山の南にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら、右を向いて北東方向にある空中移動ギミックを2回使って移動していきます。2回目を使ったら、右下を見ると遺跡ギミックがありますので飛んでいきます。近くまで来たら遺跡修復ギミックをやっていきます。2体線像がいますが、階段の上の線像はそのままでいいので、階段の下にいる線像を持って階段の近くにある椅子の上に置いていきます。次は先ほど線像を持った近くにあるパーツを持ってから、階段の方まで進んでから線像を見て近くにある緑の場所に置いていきます。修復が終わると宝箱の封印が解除されますので取りに行きます。宝箱を回収したら、次は明円山の南に向かっていきます。ここから5番に向かいます。明円山の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて南東方向に進むと遺跡修復ギミックがありますので、近づいてやっていきます。へこんだ場所にパーツが1つ置いてありますが、遺跡からワープポイントの方を見るとパーツがもう1つありますので、そちらから持っていきます。緑の四角い場所が2つ並んでいるところの右側の方にパーツを置いていきます。うまく置けたら、へこんでいる場所に置いてあるパーツを拾って、先ほど置いたパーツの隣の緑のところに置いていきます。7箇所修復するとアチーメントを達成できます。オレンジの円のところで触れるを選んで声になって進んでいきます。動けるようになったら空中移動ギミックがありますので、それを何回か使って進んでいきます。先ほどの遺跡修復ギミックの分の宝箱を取りに行っています。宝穴の口に近づくと宝箱が出るので取りに行きます。初めて来た場合は光っている場所がありますので、それを調べるとオレンジの円が出てきて、コインになって進むと豪華な宝箱も取ることができます。今回の遺跡修復ギミックはやらなくても、飛んできたらできる時間制限挑戦となっていますので、今回は以上とさせていただきます。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コラボも見ていただけると嬉しいです。